こんばんは。こんばんこんばんは。は。今はインドのナブダーニャっていうところにいて、で、今回はガンジーグローバリゼーション、アースデモクラシーっていうテーマで、日本人を連れて世界中の人たちが、結構ガンジー思想とエコロジー、ディープエコロジーに基づいた、学びとか、それぞれの探求の機会を、どのくらいで6日間だっけ、プログラム。5日間、6日間ぐらいやって、そこに、僕がすごく尊敬しているバンダナ・シヴァっていう活動家と、サティシュ・クマールっていう平和活動家の2人、プラス、他にもいろんなの、ここは農場でシードバンクもやっていて、種を守る活動から始まった場所なんだけど、この農場を営んでいるスタッフの人たちの素敵な話もあったり、あと今日最終日で、大学の教授、デリーから大学の、ガンジー思想をずっと研究している大学の教授の、すごい大学の教授らしい講座があって終わったところです。で、今日はずっと一緒に非暴力コミュニケーションとか、非暴力、社会変革、さまざまなそういうアクティビスト系の活動を長くやってる仲間の、しげこです。ケンです。はい、しげことケンに、ちょっとどんな学びがあったかとか、なんかここで表現したいことがあっても、ちょっと俺も疲れすぎて頭回ってないけど、ここまでよくできたなって本当だよはい、ちなね。みにケンと俺がメインの同時通訳をやって、しげ子が常にうちらが倒れるところを待ちながら、あと日本語英語とそう、日ね、本語英あ語のと通同訳通とじゃか、ない通訳とね。なので、本当にチームワークでここまでかなり濃厚な内容を、日本ではあまり聞けない話を、分かち合ってたっていう感じだけど、今まで一緒にやった企画の中で一番濃厚だったかもしれない。そうだね、結構トップを争う濃厚さだそうと。だね。NBC のリーダーシッププログラムも相当濃厚だと思うけどね はい、それ並みのなんか時間だったけど、どうだった？とにかく通訳が大変というか高度というか、内容が濃いのと、複雑というかシンプルさを保ちつつ複雑な内容を日本語にするの難しかったね。詩的に話す人たちが結構いたから。結構ね、深い哲学的な要素とかニュアンスもね、非暴力っていう言葉は多分みんなも聞いたことはあるけど、なんかあんまり、なんか何非暴力みたいな感じで、で、平和っていう言葉もね、結構みんな使うけど、ね、やっぱり文脈によってとか話す人によって全然意味が違ったりするから、そこが結構ね、瞬時にね、なんか決めないといけないからね、どのニュアンスで伝えるかとかね。で、すごかったのが、3人メインの講師がいたんだけど、それぞれ違った形で最前線で非暴力を実践している人たち。なんかここに来て私がすごくこう印象深かったのが、その3人、特にやっぱりバンダナかなのから話を聞いて、そのいかに私たちの今の現代社会の生活がこういろんな形で、もともと私たちが持ってるその自然の命から切り離されて、どんどんそのなんか産業化されて、どんどんこう資本主義の中でこうエクスポイトだから搾取さ搾れ取。ているか、でしかもそれに私たちがいかに気がつかないまんまの自然の力から切り離されていってるかっていうことを、すごく具体的な数字とか具体的なそのリサーチを通して教えてもらったんだけども、でそのことと、そのこのナブダーニャっていうこの場所は本当に多様性のあるものすごい種類のその植物だったりとか生物だったりとかが
調和しながら生きてる場所、うん、でしかもそこでだからあの種をずっと保存し続けているんだけれども、うん、ちょっとその話は後でもう少し詳しくしようと思うんだけど、その話話されているそのレクチャーの内容と実際にこの場所で起こっていることがものすごくこう調和して一緒にあるっていうところがすごい説得力だったなっていうふうに思う。そうだね。まあ、うん、あのねガンジーが、うん、あのガンジーの、まあ、格言っていうのかな、よく使われるのが、ね、うん、Be the change you wish to see in the world、うん、あなたが望む世界でありなさいみたいなニュアンスなんだけど、まさにここはやっぱりそのただ思想的に物事を言ったりなんか現代社会を批判するんじゃなくて、本当にじゃあその自分たちが望んでる世界とかその命を大切にする世界、それは人間もそうだし自然界の全ての命を大切にする世界を、あのまあ完璧ではないんだけど、やっぱりそこをなるべくなんていう実践しながらそれについてみんなに教えるみたいなことをやってるところがやっぱパワフルだなって感じたね、うん、何しろね鳥のなんかね虫とか鳥とかの種類が多いの、うん、聞こえてくる音が、私音楽家だから特にすごい音に敏感なんだけど、うん、聞こえてくる動物とか植物じゃない鳥とか虫とかの声の種類が多いっていうのにすごいびっくりして、うんうん、鳥が61種類いるって聞いてて、うん、で冬になるとそれに渡り鳥が加わってさらに種類が増えるって、うん、そう、野生のクジャクがいるんです、野生のクジャクが、ね、あので、本当になんかここの敷地をちょっと出るとやっぱりなんかもうすごい多様性がない、うん、あのまあ、一応農地なんだけど本当になんていうのかな、もう木もほとんどないし、あのやっぱり木がないとあの鳥の種類もすごく少ない、やっぱり居場所がないから、で、あのちょっとしたところに、まあ、ここも音はあの道路から来るんだけども、本当にパラリロパラリロみたいなさ、なんかもうすごいなんていうのかな、うるさい、なんていう、もうしかも24時間うるさい巨大な道路があるんだよね、うん、で、それはなんか、まあ、今回ガンジーグローバリゼーションとあの Earth Democracy っていうタイトルなんだけど、まあ、あのグローバリゼーションの、あの、ね、話を結構世の中に、まあ、グローバリゼーションの問題をすごく世の中にあの広めたヘレナ・ノーバーグ・ホッジさんが、あのまあ、原体験としてここからちょっと北にあるラダックっていうところに、なんか70年代からなんか結構そういうあの時代に行って、まだなんていうあんまりグローバリゼーションの影響を受けていないあの村か町に住んでいて、そしてそこにあの高速道路か巨大な道路が通って、その道路を通してグローバリゼーションの流れができて、どんどんあの町が崩れていくのを、伝統だったね、その伝統的な美しい生態系と、そうそう、それを目の当たりにして毎年帰ってきて、それのドキュメンタリーをあの撮りながら作った、まあ、有名なあの懐かしい未来っていう本があるんだけど、だからなんかまさになんかそれがなんかすごい感じだが、あの道路を見ると全然違う世界なんだよね、こことは、うん、ここは静かで、うん、なんかね植物中心の暮らしみたいな感じなんだけど、うん、道路に行った瞬間にもう消費のための物資が常に動いて、ゴミもあって排気ガスと、うん、あの汚染もなんていうか集中的にその道路沿いにあって、うん、お店がいっぱいあって人もいっぱいいてっていう、なんかすごい不思議ななんかその両方の世界が見れる感じ、なんかサンクチュアリって感じだね、うんうん、ここは本当に都市で作られて守られ続けてきた、そうだね、その生物多様性のサンクチュアリだな、うんうん、まあでもそう言ったらパームカルチャーと平和道場もちょっとそんな感じだよね、うん、そうよ、なんかそあの道場の世界にいるとすごいなんか平和で植物と虫と鳥がいっぱいいるけど、うんうん、ね、10分歩くとマクドナルド、スーパー、巨大な道路、常に車が行き交うみたいなさ、なんかそういうのがあるなって今思った。そう、ね、あの対比としてすごかったのがここに来る直前に、デリーで一泊したんだけれども、うん、デリーは
大気汚染がひどくて、もうあの BBC とかそういうあの全 BBC の全国ニュースにちょうど来るときに、あのもうあの空気が有害だから、あのまあ有害だからニュースに出たのね。なんか WHO の WHO がなんかもうこれは本当に尋常じゃない汚染で外には出ないでくださいみたいなっていうのとか、数日前に学校も閉鎖されたんだよね。あのあんまりにも大気汚染があのひどくて子供たちの健康に害になるから学校も閉鎖したっていうぐらいね、なんか空気も吸えないのかよみたいな。日本にいるとね、空気が吸えるっていうことが当たり前に思っちゃうんだけれども、ね、空がなんか曇ってたもんね、うん、晴れだったのに、うん、そうそう、オレンジ色に曇ってんだよね、常に曇ってしまう。青空は ほとんど見えない、晴れてるんだけれども青空が見えないみたいな、うん、そうだね、いやーやばいよね。で水もね飲めない、あの安心して飲めないから、なんていうのかな、やっぱりなんかそれがやっぱり結構なんていうかな、分かりやすいよね、うん、こういう産業化工業化、消費社会、この、まあ、いわゆる文明だよね。文明の最先端がこういうような、やっぱりどんどん当たり前だったものが当たり前じゃなくなって、ね、買う、なんていう、消費の流れがより強化される。だってね、水道からの水飲めなかったら、ボトルウォーターを買うしかないし、うん、まあ、空気もね、空気を買うのはなかなかまだあのその商品化されてないけど、うん、でもなんか裕福な人たちはやっぱり、ね、空気清浄機を買って、日本でもね、うん、あるよね。だからやっぱりなんていうか、そこがね本当に当たり前にある、うん、本来、うん、なんていうか地球市民として権利っていうか当たり前の前提がどんどん崩されていくっていう、なんかその流れの中で今回のトレーニングを受けるのはかなりなんかまたパワフルだよね。うん、あのバンダナ見ててすごいと思うのが、そのナブダーニャを一歩出ると結構絶望的な世界が広がってるんだよね。その空気が汚染されてたり、水が飲めなかったり、あの論理的に考えるとそこから抜け出せる道筋が見えない、うん、でもその世界に囲まれつつもこういう場所を作って、その理想に向かって具体的な行動を起こし続けて、実際にものすごい数の農家の人たちがその恩恵を受けたり、その変化を起こし続けている、そのパワーっていうのは本当にすごいと思った。彼女の話を聞いてものすごくその全体が腑に落ちたんだけど、結局その私たちをもともとっていうか、こうバイアスフィア、要するにその地球全体としてのこうバランスの取れた生態系っていうのをだから持っていて、私たちもその一部であって、でバランスが取れている状態で、まあ、健康な人みたいな感じ、その地球の全体がそれで回っているにもかかわらず、それに合わないその力を尊敬しないというか尊重しない、その例えば工業製品を作ったりとか、例えばあの元々持っていた植物の性質を変えたりとか、あるいはその、農薬をまいたりとか、そういうようなことをしてどん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 命の力を奪っていくっていう、そのことが結局人間の健康にすごい影響を与えたりとか、結果例えば戦争を起こしたりとか、そういうようないろんなことが起こってくるのだっていうのが、こういろんな経済だったり農業、食べ物のことだったりとか健康のことだったりとか、いろんなことについて全部がつながっているっていう、そのことが彼女の話からすごく分かりやすく伝わってきた。でそれでとっても良かったのは、結局だから何をしたらいいのか、世界でものすごくたくさんの問題があるんだけども、何をしたらいいのかっていうと、そのだからそのぐしょぐしょになってしまっているその私たちの生態系を元に取り戻すような活動をすればいいのだっていうことが、それはリジェネレーションって言ってるよね。そう、まあ、特にまあ彼女は食べ物を作るっていうことをやってるから、オーガニックファーミングがとにかく最終的にそれが解決になるのだっていうことを言ってたんだけど、なるほどなって、なんかすごく腑に落ちたなって思いました。あとまあ私自分が女性だからっていうのもあるんだけど、あのバンダナがすごく女性の力を活用するっていうことを大事にしてて、
まあ、その多様性っていう時に今までだから力とか存在の尊さを認められていなかった、まあ、もちろん生物いろんな生き物とかもそうなんだけど、人間の社会の中だと女性、今まではあのその存在をあんまり大切にされてなかった女性の力をすごくあの認めて、その人たちが新しい動き、それもだからトップダウンの動きじゃなくて本当にその命を守り育てるっていうその力を発揮することで、私たちのこう世界はもっとあのなんていうかその命の流れに合った生態系になっていくんだっていうのもすごく希望になったなと思います、うん。あのここに来る前から生きたシステムとか複雑系っていうことに興味を持ってたんだけれども、バンダナシバの話の中にその話題が結構たくさん出てきて、あもっとあの勉強したいなって思うようになりました。機械のシステムに対比する形で生きたシステムっていう話題が出てきて、あの機械のシステムはとにかくその還元化した部品を組み合わせることによって機械はできて、どっか問題があったら部品を取り替えればいいっていう考え方なんだけれども、生きたシステムっていうのは関係性の中でできている。で、違った振る舞いをするんだよね。ただ私たちが普段住んでる社会の中では基本的にその機械のシステムに基づいた世界観を持っているので、あの人も社会も機械のシステムとして見えてしまうし扱ってしまう。でも命はそういう法則では動いていなくて、その命のシステムならではの性質を持って働いているし、それは関係性に基づいているっていうことを何度も何度もいろんな形でバンダナは話してたんでね。でその人間が大自然の命の一部であるっていうこと、そしてその人間に限らず全ての命を含めて未来を考えないと先がないよって話をそのバンダナはしていて、そうだよねっていうのと、あの勉強不足でした頑張りますっていうのがあって、新しく考えたり探求するあの道を示してもらえた感じがして、すごい希望につながっています。私が言うのもなんだけど、うん、なんかあのすごくこの今ケンが言ったそのまあ、あの英語だとカルティジアン・ティンキングっていう表現を使ったりするんだけど、まあ、カルティジアンっていうのはデカルトから来ていて、うん、まあまあ彼の哲学のまあ貢献っていうか影響っていうのは、要は全ては分解したらそれを理解することができて、ただなんていう地球もうちらの人間も全てはただなんかそういういろんな要素を組み合わせただけであるっていう。でさっきケンが言ったように、だからここがうまくいってたかんだなんか取り除いてもう一個同じようなものをくっつければいいみたいな。で遺伝子 の, あの一般的なあの研究とかあの西洋医療もそうなんだけど、基本的になんか症状があればただそれを止める薬を入れたらいいみたいな。でもいろんな副作用があるわけだよね、関係性の世界だから。だから本当にただの一つの問題に答える何か答えを入れるだけで済むものではなくて、結局そこで捉えられてないいろんな、まあ、捉えているものもあれば捉えられてない遺伝子組み換えの世界もそうだけど、ね、ただいいあのより強いあの例えばある害虫に強い植物を作るために遺伝子を組み換えればいいみたいなさ、素晴らしいテクノロジーみたいな感じでマーケティングはするけど、じゃあその遺伝子を変えたことによってのいろんな副作用とか、その虫が殺されていくためにつな他につながって、その虫とつながっているものが影響されることとかっていうのは、やっぱりなんか視野に入ってきにくかったりね、会社もそうだよね。結局まあ営業部門の田中さんを、まあ、あんまり業績が良くないから解雇してあの田村さんを入れるみたいなさ感じだけど、やっぱり実際そこで働いてる人にとってはさ、いろんな影響があるわけだよね、関係性の中でうちらは生きてるから。だからやっぱりなんかこの結構ね何百年も続いてる還元主義の思想がいろいろな問題の、まあ、根源の一つであって、あのまあそれゆえにいろいろうちらの暮らしも結構大変だったり、病気もどんどん増えていく、あのそして環境汚染もどんどん増えていくっていう、そういうような話が、まあ、一つの大きな前提としてあったよね、うん。でバンダナがすごいのが、その超超超巨大多国籍企業に戦いを挑んで勝利を収め続けてるっていうこと、でそれはな何がすごいって思うかっていうと、普通の常識で考えたら無理でしょっ
ってもう考え始めた瞬間に結論つけてしまうようなぐらいの力の差なんだけれども、その情熱と信念と、まあ、愛だよね、その力でその戦い続けて進み続けて、その農家の人たちの命を守っている、もうあの比喩ではなくて文字通り守っている、まあ、彼女がね活動し始めた、まあ、一つの理由があのもうその多国籍企業の、まあ、マーケティング戦略とビジネス戦略であの暮らしができなくなってしまったあのインドの農家がたくさんいて、そして自殺率の、その多国籍企業がビジネス展開をしているところの、 あの自殺率はすごい高くなっていて、もう何千人っていう規模であのもう暮らせなくなっちゃってあの自殺してしまっているっていう、そこからなんとかその人たちの命を守ろうっていうところから調査していって、だんだんとあの多国籍企業がいろんな違法なことをやっていたり、あの政治家と結託して、でそれも全部やっぱりもう投資家とか社長の利益のためにやってるんだよね。だから別に人を殺そうとしてやってるわけじゃないんだけど、でもまあ金儲けのチャンスをあのね追って、その副作用としてまああまりねあの、まあ、社会的に価値のない、あの特にねあの学校にも行ったことない農民たちがあの、まあ、その代償を命で払っているみたいなっていう、そこからやっぱり彼女は愛から動いて、で農民を守りたいだけじゃなくて農民とその土地と種と伝統のつながりを守ろうとしてるんだね、うん、だからそこが結構ポイントで、また還元主義になるとさやっぱり農民を守ろうみたいな感じだけど、農民を守ってるだけじゃなくてそこの命の生態系を守るためにやっぱりあのね多国籍企業に待ったをかけるっていう表現は俺結構好きなんだけど、やっぱりそのなんかやっぱりすごい暴力的な抑圧的な、もちろん違法行為でもあったんだよね、うん、でもやっぱりあの政治家にもお金を回してるから違法が通ってしまうっていう状況で、うん、でも違法か合法かっていう次元ではなくて、そもそもそれが本当に命のこの紡がれた布がなんかどんどんほぐれていって、そもそも人が生きていける状態じゃない、そして命もどんどん再生できなくなっていく、そういう状況への彼女のね、あの彼女なりへのなんていうのかな答えっていうか、そこがやっぱりすごい動かされるよね、話を聞くとすげえみたいな。あのバンダナだけじゃなくて、さて人も共通のメッセージとして、人間のみならずその生きとし生けるもの全ての命の尊厳と権利、それを守る形で未来を作っていこうっていうメッセージ、うん、本当にあの彼らの生き様が込められたエネルギーで語られるからこそ、すごいすごい、なんだろう、響くというか衝撃を持ってみんなに届くっていうか、うんうんね、で話す時もなんか余裕と情熱がある感じだよね、うん、だから話してる、ね、課題はさやっぱりもう人類の未来とか戦争とかさ、なんかどんどん遺伝子組み換えになってもう自殺が、ね、増えていくみたいなさ、そういう話なんだけど、なんかもう結構なんだろうな、なんか焦ってる感がないんだよね、うん、なんかもう私の人生はこれにしっかりなんていう命の世界で応える、そして敵はいない、まあ 敵はシステムなんだよね、だから人が悪いんじゃなくて、それ何でも言ってたね、システムがいろんな問題を起こしていて、だから多国籍企業って人ではないんだよね、人が作った、人が働いている架空の組織なんだよね、だからやっぱりなんかそこが結構理解するのはなかなか難しいんだけど、誰かが悪いのではなく、 そうそのシステム、作られているシステムがそもそも命の営みに合っていないのであるっていうことをすごい思ったな。そうだね、でヘレナもよく、うん、あの People are not evil って、System is evil って言って、だから人が悪ではなくてシステムが悪なんだっていう、まあ、グローバリゼーションの批判の中で言うから、うん、それもなんかすごく大事なポイントで、やっぱりね、なんかどうしてもこういう活動して批判的になると、なんかでもあっちも悪くないんだみたいなさ感じで人を守りたくなるんだけど、うん、なんかポイントはなんか人を批判してるわけじゃなくて、
その仕組みが本当に多くの人たちの苦しみにつながっていて、それを止めないと苦しみが続いてしまうっていうのが、なんかやっぱり改めてやっぱそこをしっかりなんかね、活動する中でうまく区別して表現したり、みんなの反応を見た時に、そこそのなんていうか、そう、人を批判してるわけじゃなくて、この状況が良くないよねみたいなさ、そう、システムが自然の生き方に合ってないってとこがポイント。そうそうそう、だからそれを合うようにすれば良いのだっていうのが、なんか何かと戦うとかそういう話じゃなくて、 そっちに向かっていけば良いのだっていうのがすごくなんかこう、あ、そうだなって目から鱗が落ちる気がした、ね、それとともに、でもやっぱりなんか、あ、そうだよねって思ってさ、なんかじゃあまあ誰も悪くないから、みんながなんか淡々と平和を、平和が大事って言いながら生きようみたいな感じでもなくて、やっぱりなんかそこの起こっている、なんかその被害が起こっているところではそれを止める必要があるっていう、そうそうそう、そこにちゃんと目を置いて自分ごとにして、いや私は本当に愛を大切にしてて、命を大切にしてるから、ここで起きてる暴力とか不条理とか破壊をなんていうの、放っておくことはできないんですみたいな感じで、そこになんかもう身が動いちゃいますみたいな、そこの力強さっていうのも結構やっぱり大事なニュアンスだなと思ってね、なんかちょっと、あ、難しいとか、多国籍企業とかなんか世の中しょうがないよねみたいな、そういうなんていうのかな、なんか見て見ぬふりとかさ、なんとなく、あ、もっと平和な世界になってほしいだけじゃなくて、それをじゃあ私は具体的にどういうアクションを今取れるかみたいなっていうことを、なんかやっぱりまあ、メッセージとしても強調してたし、実際それをすごくやってきた人たちとして、なんかやっぱり、いや、それを目の前でね、そういう人たちの話を聞くと、やっぱりなんかパワーをもらうよね、あとサティシからもう一個受け取ったメッセージですごい大事だなって思ったのが、あの最終的には大きなシステム、いや世界で起きてる大きな被害を止めたいんだけれども、結局は日々の生活を丁寧に生きることがすごい大事だっていうこと、うん、日々の生活をすっ飛ばしてでかいことをするんじゃなくて、日々の生活を丁寧に丁寧にマインドフルネスを持って愛情を込めて生きることが、それがあの基礎体力作りというか土台作りになって、その上にいろんな活動が乗っかってくるので、毎日を丁寧に生きることが本当に大事っていうのは、なんかサティシュの基本姿勢から必死、伝わってくる。美しいものを作りなさいって言ってね、美しい考えを持って美しい言葉を話して、美しいものを作りなさいって言って、そうだね、でそれに人生を捧げる、なんかもう私たちは消費者じゃなくて、みんな特別なアーティストとして生きる、そしてそのアートはみんなそれぞれ違うけど、まあ例えばシゲコは歌手だし、ケンは絶望家だし俺はよくわかんないけど、でもやっぱりなんかね、それぞれのなんか全部をやる必要もなくて、自分がやっぱり惹かれたところに、バンダナシバもそう言ってね、なんかあのある全部やらなくていいですって、そうそうそう、あるね、あの普通に企業で勤めてる参加者が、じゃどっから始めたらいいんだみたいな、あなたのようにね、しっかり科学のことも勉強して、政治の政策と経済学とみたいなさ、なんかそして一般市民のなんていうか、まあ、先住民のそういう生態系との関わり方とか伝統とか文化とか、なんか本当にバンダナシバル知ってる量が半端ないんだけど、なんかそれできませんみたいな、どっから始めたらいいんですかって言った時に、自分が惹かれたところからやればいいよみたいな感じで、やっぱりなんか当たり前なんだけどね、なんかちょっと忘れるっていうか、全部やらないとみたいなさ感じだけど、やっぱり現実的にね、アクションをするんだったらできるところからしかできないから、やっぱり自分が惹かれて、自己犠牲ではなくて、なんか自分がなんていうのかな、まあ、自分のね、天命みたいなさ、自分がこの生態系の中のすごくパワフルな一員として、もしかしたらまだ自分のパワーに気づいてないかもしれないけど、その一員として今どこに惹かれて動こうとしているかっていうのを感じ続けて
手を動かすっていうことをね、うん、サテシュはすごく、あの親指を親指だけ動かすんではなくて、手を使って働くと、ね、あとあのもう一個、うん、バンナナから受け取ったことは 大自然の命を信頼するっていうこと、うん、その大自然の命が私たちの中で生きているし、そして土にも木にも鳥にも生きていて、その大自然の命を生かすために与えれば大自然が与え返して循環が生まれる、その循環が、命を運んでいくっていうことを信頼することの大切さみたいなの、うん、それもなんか理性で考えられる範囲を超えてそれを信頼するっていうことがすごく大事だって、うん、マンダナの活動に関連してしきりに言ってたのが、その土に与えると土がその木を通して私たちに食べ物を返してくれるっていう話で、土に与えれば与えるほどその木やその土をきっかけにいろんな生き物が発展していくので、そこですごい循環が生まれるって話してたんだよね。でまさしく彼女の活動の成長の仕方を見てると、本当にその命をいかにその育むように活動できるか、この農園でやってることもそうだし、その農家の人たちの循環でも起こってることもそうだし、そのすごいパワーを実際に見聞きして食べて体験できるっていうのは本当にすごい機会を、ありがとう。いや、あの来年もあるかもしれないので、はい、あのはい、ぜひあの来れる人は、あのご飯美味しい、ご飯が美味しいです。俺あんまりもう毎日カレーはちょっときついなっていう感じだけど、まああのでも本当になんていうのかな、この環境で食べるカレー、うん、ですごく穀物を大事にしてたりするから、ね、なんかやっぱり本当にあこの場で育ってるものとか種取りしてるものを、うん、がご飯に現れてくるみたいな感じで、うん、そして綺麗な自然の中でね、なんかやっぱりこういう話題に情熱を持ってる人、うん、なんかやっぱりなんかご飯からもご飯自体にもなんかすごい養いのエネルギー、まあ、全部オーガニックでやってるし、うん、本当にやっぱり一般の人が手に入れられないような固定種とか、うん、あのそういうものをね、あの思いを持った人たちが育てて、うん、あのそれがうちらの体を養ってるっていうところもあるんだけど、やっぱりなんか食べることもなんていうか平和活動なんだよね。そうだね。やっぱりなんていうかな、それで自分を養って、それでそこにちゃんと意味があるみたいな、つながりの世界の食べ物みたいなさ、うん、ただお金を払ってどっか知らないところから誰か知らない人が作ったものではなくて、うん、ね、だんだんやっぱりね、作ってる人たちとも知り合うし、で綺麗な自然の中で食べてると、うん、あ、なんか鳥ともつながってる、木ともつながってるみたいな。我々も食べ物を作る手伝いをするから ね、 ね、料理も手伝うし、その農場も手伝いするし、シュラムダーンっていう名前なんだけど、うん、まあ、あの働くっていうか、まあ、奉仕としての働くっていう意味だけど、ね、それを Gift of Labor ってサティシュは言ってた ね、 言ってたね、日本語で言う奉仕の贈り物、贈り物、ね、奉仕の贈り物、うん、それもすごく印象深かった、うん、そうだね、本当楽しかった、なんか、ね、みんなでおしゃべりしながら、ね、うん、草むしりしたりとか、うん、稲刈りしたりとかね、うん、なんかあのインドに来る前に知り合いとかにインドに来たことある人にインドどんなとこって聞くと、一様にみんなインドはそのエクストリームな国だって言われたんだけれども、うん、実際来てみると本当にあの想像を絶するっていうか、うん、インドについて聞いたり見たりその映像を見たり読んだりするのと実際に来て体験するのは全然違うので、うん、特にデリーとかね、都会はねすごいよね。この農園だけじゃなくてインド全体の経験っていうのはぜひなんか来て体験してほしいと思います。人生変わります。2人はビビって、はい、あの俺も来ないんじゃないかなって思ってたんだけど、うん、いやでも本当に文字通り想像を絶した、ね、ライバルしましたね、うん、まあ、空気が吸えないってやばいよね。空気が吸えない、水が飲めない、貧富の差がもう激しすぎるみたいなさ、ね、でも生きてるみたいなさ、うん、もうなんていうかありえない状況で人が生きて、うん、淡々と、ね、なんか働いてるみたいなっていうのはすごい衝撃だよね、うん、他になんかあの終わる前に今日のあの大学の教授の話も一切出てきて、うん、結構面白かったのがその大学の教授はやっぱり本当にガンジー思想を専門としていて、で、まあ、ニュアンスとしてはサティシュは一番最初にあのガンジーの
あの、まあ、思想の根源の話をして、で最近出した Radical Love っていう、あのこれ日本語訳が、今年か来年出るんだけど、まあそういう、なんていうか、どっちかというとエネルギー的な、なんかね、なんか精神性、そう、精神性と、うん、まあ、とにかくサティフはポジティブでさ、なんかね、ビザチェンジみたいな感じで、でバンダナはもうちょっと、なんていうか、本当にやっぱりそのインドで起こっている多国籍企業、まあ、特にアメリカとかヨーロッパの多国籍企業対農民と自然界みたいな、その壮絶なバトルの中で、彼女がいかにあのそこの不条理を科学的にと、あのエコロジカルに、生態学的にと、あの経済政策とか、あの政治的な面とか、なんか本当にすごいいろんな側面から、うん、すごいなんか上手なんだよね、話し方が、ね、あのもう当たり前のように命を守るでしょうみたいなさ、うん、これおかしいでしょ、うん、これ企業が盗んでるってことだよねみたいなさ、うん、感じで、すごくあの、まあ、本当に知識がいっぱいあって、あの、ね、情熱があるような話をして、それもまたガンジー思想につなげて、で最後 の, あの、まあ、バンダナシバ一押しのあのちょっと名前が覚えられない、アプールバナンド、あの、まあ、なんとドクターアプールバナンドさんが、うん、あのなんていうかな、まあ、あの結構長々と取り上げたのがイスラエルとパレスチナ の,、うん、あの紛争の話で、それをみんなで考える、じゃあ、うん、その状況で非暴力、またはガンジー思想、ガンジー思想からそれを捉えた時にうちらは何が提案できるかみたいな感じで、結構あのすごいなんか難しいっていうか、あのでちょっと白熱したね、本当に実際パレスチナの支援をしている日本人の方とかもいたり、友達がイスラエルとかパレスチナにいる人たちもいて、だからやっぱりなんかね、心が動くようなそういうなんかまあ話と、そこからじゃあガンジーだったらどうするとか、うん、あのまあ彼は言ってたのガンジーにとらわれる必要もないみたいなさ、うん、あのガンジー自体もどんどん変化していって、うん、そこがガンジーの凄さだって言ってたんだけど、結構目から鱗だったよね、うん、ガンジーはこんな人だって思い込んでるものが実は違ったっていうのを、そう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 、嫌われ者だったとか、インドではガンジーは嫌われてるってすごく彼が言っていて、うん、でそこがガンジーの凄さだって言ってたんだよね、か人が嫌われるのが上手な人、人が決して指示もしないようなそのことを、うん、私にはこれが大切だからって言って死守することができた、うん、まあでも実際にそれでだから殺されてしまったわけなんだけれども、そうなってもとにかく自分の信条を曲げなかったっていうところが、うん、実はガンジーのすごいところなんだってことを彼は言ってたと思うんだけど、うん、でなんかある、まあ、彼の話からなんかそれぞれなんか一つ自分がなんか持ち帰る学びみたいな、あの自分が覚えておきたいので言葉にしておきたいのが、うん、そのその政府とか革命を起こそうとして、その武装集団が、その民衆を代表して、武器を持って革命を起こそうとすることについての問題点っていうのをしきりに言ってたんでね、で、武装集団を作ってしまった時点で秘密組織にならざるを得ないと、なんで、まあ、その国で違法なことをして、革命を起こそうとするからね、で秘密組織になった時点であの民衆の意見を聞かずに行動を起こさざるを得ない、うん、で、その時点でその民衆が望まないことをやらなくちゃやることになるんだけども、それがそのうまくいったりその行動を取った時に、残りの人たちが、従わざるを得ない状況を作る、民衆は自分の意見を言ってなくて勝手にことを起こされて、それに参加することを強いられるっていう話をしてるんだよね。でそうなった時点でその民主主義的な原理が働かなくなる、本当はその市民を代表するんだったら市民の意見を聞いた上で何をするかっていうのを決めて、参加したかったら参加してくださいっていう選択肢を与えなきゃいけないんだけれども、秘密結社になった時点で、市民に何かを強いることになってしまうので、原則的にそれうまくいかなくなるって話をしてて、それがすごい印象に残っている。うまく思い出せてるか自信がないんで補足ないけど、でもまさにそれが今回ね、ハマスとハマスが起こしたイスラエルのテロの、
テロからまた生まれたあのイスラエルの過激な、ね、あの報復なんだけど、だからね、そのハマスがやったことは一応パレスチナ代表になっちゃってるよね。だからパレスチナ対イスラエルみたいな話になっちゃってて、うん、でイスラエルはまあパレスチナの人たちに徹底的に報復するみたいな感じになっちゃってるんだけど、でもそのハマスがやったことを必ずしもパレスチナの一般市民は知らなかったっていうのがおそらく現状で、うんうん、指示もしてたわけでもない、そうで指示もしてないかもしれない、うん、でもいきなりそれに巻き込まれちゃうわけで、もうね、なんかあのまあその状況的にはいろいろなね、なんかその誰が悪いっていう感じの話はすごく難しいあの内容で、それもまたいろいろ議論したんだけど、でも要は結局はあの民主的な動きではない。で今回のまあこの今回のトレーニングのあのねタイトルが Earth Democracy なんでね、地球民主主義だから、やっぱりなんかゴールは本質的な民主主義で、で日本とかインドとかあらゆる国は本質的な民主主義ではないんだよね。民主主義に向かっている途中経過の場所で、でそのケンが今言った話の結構僕が受け取った重要なポイントっていうのは、結局はあのそのガンジーの話に戻すと、あのガンジーがなぜすごいかっていう話もしてたのね。でその不人気 のテーマを、結構率先してなんかね、私はこの不人気のテーマを、代表してみんなに嫌われそうみたいな感じの動きをいっぱいしてきたっていう話もしてたんだけど、でも、それとともにやっぱりすごかったのが、そのガンジーはその一般の人たちがパワーを持って立ち上がる、だから秘密組織の武装集団としてイギリス帝国を転覆させるっていう動きももちろんあったのね。そういうそれをやろうとしてて、でね、ソビエトでもそういうことが起きて、いろんなところでそういう革命が起きてるんだけど、結構やっぱりすごい悲劇的な状況なんでね、フランス革命も多分ちょっと似たようなニュアンスがあると思うんだけど、あのでもあのインドのガンジーがみんなを触発して起こしたのは、本当に一般の人たちが立ち上がる運動を作ったんだよね、うん、だから本当になんか民主的に民主主義を作ろうとした、うん、あの誰もが参加できる、誰もが参加できる、で特に女性が参加できる状況を、うん、作ったっていう話も出てきて、でそれもなんかだから普通だったらデモとかあのでかなりの量の女性たちが非暴力不服従活動で逮捕もされるのね、うん、だからそれぐらいなんていうのかな、身近にしたんだよね、この解放運動と政治活動。だからそこが結構さっきの話につながる、やっぱりガンジーのその貢献、うん、あのさっきの話の対比として出てきた話題が、そのガンジーは民衆を誘うことによって民衆が自発的に我が身を危険にさらす選択をしたくなるような、誘い方ができたっていうこと、そのイギリスに雇われているインド人の兵隊の前に立って殴られるっていうのも無理強いされたんではなくて、自分から進んでそうなりたいって思わせるような話し方を民衆に対してできたので、みんながその参加した。で秘密組織だとそういう立場に無理やり立たされてしまうけれども、自発的にそう参加したくなるような状況を作ったこと自体がすごいっていうふうに言ってたんで、地域不安なんかある？そうね、まあ、一つはそういうわけで、そのガンジーの凄さの一つが、その時その社会の中で最もマイノリティの最もあの立場の弱い人の味方を必ずしていったっていうことで、まあ、あのインドの社会の中でいうと、いわゆる不可食先民、そのカーストの一番下の不可食先民人たち、うん、をあの大切にするっていうことをして、うん、そのせいで、まあ、嫌われたわけなんだけど、そうそうそう、他の階層の人たちに、うん、あるいはその宗教でいうと、うん、インドの中ではマイノリティになってしまうイスラム教の人たちの、うん、特にその独立の後に起こった争いの中で、その自分を
何教だっけ、ヒンズー教徒であるにもかかわらず、うん、あのマイノリティであるイスラム教徒の味方になったんだよね、味方になったっていうか、そうやってその国をこう本当に平等な国にしようとしたっていうのがすごく心打たれることだったなと。ガンジーはそういう理由でヒンズー教徒に殺されるんだよね。そう、でそのヒンズー教、うん、そのガンジーを殺した人はが言ったあの、まあ、それこそそういうちょっと過激な秘密な、うん、あの組織が今のインド の、 政 権、 あの政権になっているっていう、うん、まあ、だから今の話とすごく密接に結びついてる、うん、でなんか、まあ、インド人はあのガンジーを嫌っているっていう話ともすごくつながっている。でも最後に私が自分でこう聞かれてすごく心に残ったことは、うん、じゃああなたの国では例えばマイノリティの人が総理大臣になれますかって聞かれたんだよね、うん、でも難しいかもしれないって思った時に、うん、いやこれはもうあのパレスチナとイスラエルの問題でもなく、うん、インドの問題でもなく、うん、私たちが私たちの国で、うん、日々の暮らしの中でその自分の外側、うん、仲間だと思っている人の外側の人たち、うん、立場の弱い人たちを同じように大切にできるのかっていうことを日々自分たちが問うっていうことだなっていうことをすごく思った、うん、そうだね、うん、でそれを、ね、もちろんね、なんかそういうまあ、一般常識になんかまあ物申すみたいな感じだから、まあ、嫌われる可能性はすごく高かって、うん、はみたいな、そんなどうでもよくないみたいな、やっぱり不人気になる、うん、あの流れにはなるわけじゃん、マイノリティのためにと。しかも一番立場が弱いところに自分の身を置くっていうことがガンジーがやってたことなんでね。だからなんか、まあ、例えば LGBTI とかも日本だと最近は話題になっていて、うん、でなんかその中でも多分ね格差があったりしてさ、うん、やっぱりその一番やっぱり人気がないところにちゃんと自分はじゃあ私はこの人たちと共にこのおかしいことをなんかあのなんていうのかな、まあ、社会にあの働きかけるみたいなことをやったら、うん、結構ね批判されたり、友達もなんか、うん、君はちょっと言っちゃってるよねとかっていう、その覚悟でやるっていうことがやっぱりガンジーの凄さみたいなことを僕は受け取って、いやーそれやばいなみたいなさ、うん、嫌われ者になりたくないじゃんみたいなさ、うん、ね、なんかそういう葛藤はあるよ ね、 そうね、なんか自分の身の安全とかもさ脅かすことにもなるし、まあ、ガンジーも実際殺されて、でガンジーが言ってたのはやっぱり非暴力を本当に生きるっていうことは、まあ最終的には牢獄に入れられたり危害を受けたり物理的な危害を受けたり殺される可能性があるっていう話をしていてね、なんかバンダナもね、なんか結構いろんなんかバンダナの話で出てきたあのまああるあの採掘している多国籍企業、彼女はあのやっぱり採掘する産業をなんかマフィアって呼んでたんだけど、本当にやっぱり人を殺したり今でも世界中で人が殺されたりしてるんだけど、反対運動をしている活動家が、あの彼女がその、まあ、村人を守るために反対運動をした時にあの電話がかかってきて、あの、まあ、彼女の家にはなんか8ヶ月ぐらいの子供、うん、赤ちゃんと80歳のおじいさんみたいなのがお父さんがいて、でその彼女にその電話をかけた人が、あなたの活動をやめなければあの家に帰ったらその人たち家族は死んでるかもしれませんみたいな、なんかそういう脅迫を受けるんだよね。でもやっぱりなんかそういう死に対して恐れはないんですかってバンダナシヴァとサティシュクマールに聞いた時に、なんかやっぱりなんかより人間より大いなる何かを信じてればなんていうの、別に死を恐れる必要はない、ただ人生を全うしてその真実を生きるだけだみたいなことを言ってて、うん、おーみたいなすげー
人たちは筋金入りだなと思って。ねえ、だからなかなかね、その次元の話はあんまり聞くことないけど、映画とかで出てくるけどさ、でも実際そういう人はいて、なんかそのただ長生きをすることがゴールじゃなくて、自分が信じてること、自分が大切にしたいことを精一杯大切にして、そしてまあそれでなんか残念なことが起きたら残念なことが起きるみたいな、そういう来客者が来た。もうちょっと待って。はい。はい、ということで、とりあえずそんな感じでいいかな。うん、長い動画になってしまって、もしここまで見てたらですね、コメント欄に見てるよって一言添えてもらえると応援になります。はい、はい、ありがとうございます。長く見てくださってありがとうございます。ちょっと暗いよね。後で明るくしよう。うん、はい、というわけで今回はガンディ、グローバリゼーション。Earth Democracy、 あのバンダナシバーが書いた本が Earth Democracy という本があるから、うん、ぜひ皆さんそれも読んだり、本当に素晴らしい人たちが素晴らしいことをいろんなところでやっているので、うん、そういう人たちにインスピレーションを受けて、日本ももっと平和な社会、そして世界ももっと、ね、本当に平和な社会にできたらなって思っております。なんか言おうとした。うんうん、来られる人はぜひナブダーニャに来てください。はい、すごい素敵なところ。おすすめします。はい、じゃあまたね。ありがとう。ありがとう。バイバイキーン。